どうもバーンです。ね、ついにこの日がやってきましたですよ。9号機前回の動画でね、自作のジャイロが全然調子悪いっていうどころか全然意図してた状態で動かないというふうにねお伝えしました。でね、その改良を行ってきました。改良の過程は各動画の通りです。さあ果たして飛ぶのかどうか、この動画今ここで停止してコメントで飛ぶ飛ばない、ちょっとかけてみてください。でその、予想した状況をですねコメント欄に、書いてみてください。さあどうなることやら、それでは準備していきます。はい、どうです。そうしましたら、テイクオフです。ちょっとねパラついてきたんで雨がパラついてきたんでもう一発勝負です。いきます。ダメでした。何がいけないんだ。プロペラ破損です。本日チエンドです。ビデオを分析して、考えたと思います。以上です。ではでは。